あったりとか、あとはポイントですね。まあ、そちらの合計値がまあ大事になってきますので、そこら辺もね、やっぱり火力があるキャラクターっていうのがとても大事になってきますので、はい、どうも皆さんこんにちは、タイヨンタです。今日もパラドスやっていきたいなと思います。でですね、今回は、前回ね、下木周平の、まあ、地獄級やったので、今回はですね、マダラメ一角の方やっていきますよ。こちらですね、まあ、傷跡といったところで、まあ、ムッキムキですよね。で、こちらのね、バフキャラの方は前回ご紹介した通り、レンジ。こちらで、ドロップ率が 50% 増加すると。はい。まあ、てなわけで始まったわけなんですけども、まあ、バフキャラの恩恵ですよね。まあ、こちらは、まあ、毎回ね、ドロップ率が、まあ、50% アップするっていうことなので、まあ、毎回ね、別に多くなるってわけじゃないと思うんですけども、まあ、恩恵はね、まあ、かなり大きいですね。なので、キャラクター持ってる方はぜひともね、パーティーに入れて、使っていただきたいなと思いますね。いや、こちらのね、マダラメ一角についても、まあ、今までね、ガチャの方で実装されたマダラメ一角とは違って、まあ最終的にね、まあ星6まで行くキャラクターといったところで、まあぜひともね、ゲットしたいんですけども、まあ120をね、まあ集めるっていうのが結構ね、大変なんですよね。まあ今までね、この山地であったりとか、まあ前回のハロウィンイベントの室ヶ谷を、まあ貫突まで、まあやった方だったら、まあそのね、過酷さは十分承知だとは思うんですけど、まあ、結構ね、まあ、スタミナもだし、まあ、時間もね、まあ、結構使いますので、まあ、自分としてもですね、まあ、やはり今後ね、まあ、最終的にね、多分、闘技場とか、まあ、そういう対人戦のとこには、まあ、ほぼね、まあ、ほぼが限界突破済みのキャラクターとか、もう貫突済みのキャラクターとかが、もうそのうちね、まあ並んできて、まあ貫突しないと勝てないようなね、まあ状態になってしまうんじゃないかななんても思いますし、あと死神代行の、まあ、ゲームセンターとかですね、まああちらも、まあどのね、まあ、ゲームセンターの、まあミッションに対しても、まあタイムであったりとか、あとはポイントですね、まあ、そちらの合計値がまあ大事になってきますので、そこら辺もね、やっぱり火力があるキャラクターっていうのがとても大事になってきますので、そうじゃないとね、なかなかね、ゲームセンターをまあ占領できないと、まあ、いったところになってきますので、まあ、そこら辺のためにもね、やっぱりキャラクター育てていきたいなと思っております。ほい。いいっすね。はい。で、こちらがね、一応バフキャラ連れた状態で、まあ、8、13、16個ですね。まあ、なのでね、結構ね、恩恵はでかいですよね。はい。まあ、てなわけでね、まあ、今回は、マダラメ一角の方の地獄級をやってみたんですけども、まあ、タイム的にはですね、まあ、前回の久木周平よりは、こっちの方がね、まあ、周回スピード早かったかな、と思いますね。でですね、まあ、そうだな、やっぱりバフキャラ二人とも持ってるよって方はね、まあ、なかなかいないとは思うんですけども、まあ、もちろん持ってる方もいっぱいいるかもしれませんが、まあ、自分はね、まあ、レンジだけ当たった状態で、まあ、ガチャをやめたんですけども、まあ、もちろん今後もね、こういったガチャキャラが、まあ、イベントのね、バフキャラになるっていうことが、まあ、多々あると思うんですけどね。
うん。まあ、そういったキャラクターもね、まあ、なかなかきついですよね。このガチャもね、まあ、これはね、ちょっとまあ、どうなのかわかんないんですけど、まあ、このゲームね、まあ、ガチャの確率が表記されてないっていうのがね、まあ、このゲーム始まってすぐからね、まあ、かなり気になってはいるんですけど、アップデート入ってもね、特にあの表記が追加されるわけでもないんですよね。で、あとプレミアムガチャの、まあ、確率、まあ、情報修正っては、まあ、書いてあったりするんですが、結局何パーセントか何パーセントになったのかっていうのが、まあ、目で見えないので、まあ、そこら辺がね、ちょっとユーザーの方にはね、ちょっと不安にななってしまう点なのかなと思いますので、まあ、そこら辺はね、ちょっと表記はしてもいいんじゃないかなと思いますね。まあ、自分が今までやってきたこういったゲームの中で、まあ、ガチャの確率を表記してないっていうのがね、まあ、なかったので、なんかね、法律でそういったようなのあったような気もするんですよね。なんだかな、名前忘れちゃったんですけど、なんか表示法みたいな、景品表示法なんかね、そういった、確かね、なんかそういったものを表記しないとダメですよみたいな感じのルールみたいなあったと思うんですが、まあそこら辺はどうなんでしょうね。まあ自分別に法律に詳しいわけでもないので、まあ、例えばね、星6の確率とか星5の確率が、まあ、3% とか 5% とか、まあ、そういった表示あった方が、まあ、ちょっとね、ガチャ回す側としても、まあ、ね、まあ、いっぱいあったらしょうがないかとか、3% で出ないのとか、まあ、5% で出ないんかいとか、まあ、そういったところも思いながらガチャ回せるのかなと思いますし、まあ、個人的にもですね、まあ、表記は欲しいかなと思ってます。はい。まあ、てなわけですね。まあイベント、まあ始まりましたけども、まあ自分もね、まあ全力で周回して、まあ2キャラとも完凸できればいいかなとは思いますが、まあとりあえずね、頑張っていきたいなと思います。なのでね、まあ皆さんもね、まあぜひとも1体ずつはね、ゲットしていただいて、パーティーに加えていただけたらなと思います。まあ下に周平とか、まあマダナミッカクについても、まあマダナミッカはね、まあガチャでも出たので、あれですが、まあ下に周平については、まあ待ってた方も、まあいると思いますので、ぜひともね、ゲットしていただいて、育てていただきたいなと思います。はい。まあ、てなわけですね。今回はこの辺で終わりにしたいなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。まだチャンネル登録されてない方いましたら、画面右下の私のアイコンの方をクリックしていただくか、画面左上の方に丸いアイコンの方がありますので、そちらの方をクリックしていただけたら大変嬉しいです。また、動画の左下、右下の方に動画の再生リスト、動画の方がありますので、そちらの方もご視聴いただけたら大変嬉しいです。それでは皆さん、またねー。